そこまで。それじゃあ答案用紙を回収します。起立。礼。ありがとうございました。ありがとうございました。白峰先生まだ帰らないんですか？ええ、まだ採点が残ってるので、どうぞ気にせず先に上がってください。じゃあお先に、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。あんまり無理しないでくださいね。ありがとうございます。白峰先生、今ちょっと忙しいんですけど、何でしょう？ちょっとお話があるんですけど。誰もいなくなったからちょうどいいかな。あの、こんなの見つけたんですけどね。私じゃありません。似てる人じゃないですか？そうですかね。どう見ても白峰先生そっくりなんですけど。似てる人なんて大勢います。もう出てってください。教師だからっていつも上から目線で生意気なんだよ。偉そうにしてさ。どきなさい。え、裏ではスケベなパパ活か。違います。